旧駅舎ホームより、友部駅方面を望むホームより、小山駅方面を望む。右奥は、かつての専用線の跡。川島駅は、茨城県筑生市伊佐山にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道大水戸線の駅である。当駅は、筑生市の最西端に位置し、木の川の最寄り駅である。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。互いのホームは、 小選橋で連絡している。以前は3番線も存在した。下立駅管理の JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅であり、自動券売機、簡易水化改札機が設置されている。2018年3月16日まで緑の窓口の営業を行っていた。2014年10月から駅舎の建て替え工事が行われ、 2015年1月17日から新駅舎が供用開始された。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は586人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。2020年10月1日に以下の路線の実証実験運行が開始されたのに、伴って新設された。駅南側の国道55を5号上にある。 ありがとうございます。